はい、ありがとうございます。先ほどまでは小島さんが国境なき医師団に入るまでどういう経緯で入られたのかみたいなところをお話をお伺いしたんですけど、この動画では国境なき医師団ってどんな団体なのかみたいなところからお聞きしていきたいなと思ってるんですけど、国境なき医師団ってどんな団体なんですか？国境なき医師団って私の中では海外に行くためのツールであって派遣センターと思ってる、はい、あ、そうなんですよね。ちなみに国境なき医師団ってどういう体制なんですか？本部は日本にあるんですか？ないです。本部はツッツオペレーションセンターっていうのがあって、はい、フランス、オランダ、スイス、バルセロナ、ベルギーで、その5つのグループの下に各いろんな国が入ってるっていう感じで。そうなんですね。ちなみになんですけど、国境なき医師団に参画するところもお聞きしたくて、仕事っていうのは国境なき医師団の団体で事務とか企画みたいなところを担当するプロパースタッフみたいなのがいるんですかね？国境なき医師団ジャパンは早稲田にオフィスがあって80人ぐらい働いてるんじゃないですかね。そんないるんだ。私が始めた時30人ぐらいあったんですけど、フロアが1個増えて、はい、めちゃめちゃ人も増えて誰が誰か全然わかんないですじゃあ80人ぐらいはプロパーとして事務系をやってる感じですかね？そうですね、うんうん、あとファンドレイシングとか、はいはいはい、広報とかそういう感じだなと思って、うん、あ、じゃあそこは団体は変わんないですね。そうですね。それとは別に小島さんは違う形で参画してたんですよね。国境なき医師団ジャパンのエクスパッドっていうヒューマンプールみたいな、人事の駐在員で登録してるみたいな、はいはいはい、そういうことか。だからそこに国境なき医師団が持っているリストみたいなのがあって、あ、そう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 です、そこに登録されているっていう形なんですね。そうです。本当に派遣センターですよ。そういうことなんだ。ちなみにそこのリストに載ってから国境なき医師団としてどっかに派遣されるまでの工程聞いてみたいなと思ってるんですけど、うん、応募して受かったらそのリストに載りますよね。でそのリストに載った後どういうプロセスを得て派遣されていくんですか？あなたを私たちのプールに入りますってなったら、うんうん、年に2回ぐらい日本でもオリエンテーションみたいな感じですよ。日本でなかったら違う国でもやってるからそこに飛ばされたりするんですけど、うんうんうん、そのオリエンテーションみたいなのが3日間あって、その後本当職種によりますね。でも助産者は比較的ミッションがすぐ決まると思います、うんうん、実際プロジェクトにどっかにアサインされるっていう感じになった時って面接とかあるんですか？基本ないです。え、じゃあもうゴーって言われたら。あ、でもヘッドオブミッションっていう総括みたいな人がいるんですけど、その人と事前に喋るみたいなのはここのところ1回か2回ぐらいあったりしますね、うんうん、え、それで受かる落ちるみたいな判定はされるんですか？よっぽどのことがなければ落ちないと思いますそうなんだ、はい、じゃあ行くってなってどれぐらいのリードタイムで行くんですか？もうね、ミッションは突然にみたいな時もあるしドラマできるじゃん。来週とか明後日とか言われるんですよ。3週間前ぐらいから分かってたのになんで今言うのみたいな。マジ？ちなみになんですけど3日後とか1週間後に行けって言われてこれだけは絶対持っていくみたいなのあります？絶対履いていく靴はコンバース。え、なんで？何の服にも合うからそういうことか、ね、病院のスクラブにも合うし、はい、保健所でフォーマルな時もシンプルで合うしカジュアルでも合うし、うんうんうん、コンバース確実に。でも途上国とか特にアフリカとかだったら、うん、白のコンバースとかってめちゃくちゃ汚れません？いや、そういう時は長靴ですよ。長靴ももちろん持ってきますよそうなんですね。長靴って僕がイメージしてる長靴だと思うんです。ガチです、ここまでの。ちなみにここまでいる長靴ってなんでこんなにいるんですか？馬だから。川渡ったりしますからね、村行く。国境なき医師団が、うん、だってモバイルクリニックっていう移動診療の時とか、はい、バイク壊れたみたいな川渡んなきゃいけないとか。マジ？道路が補正されてないところすごい多いですよね。だから長靴とか汚れてもいいスニーカーみたいなのが必須です。僕のイメージ違いましたね。長靴履いてるイメージ全然なかったんで。めっちゃ履いてますよ、ガチで。なるほど、ありがとうございます。ちなみにもう一点聞いてみたいのが応募なんですけど、このリストに入るまでって僕のイメージですよ、めちゃくちゃハードル高いのかなと思ってるんですよ。実際どうなんですか？応募条件をクリアしてれば、うん、基本的には面接までまず行けるんですよね、うんうん、今どうか知らないんですけど、私の時は日本人の人に日本語と英語両方で面接をされて、うんうん、TOEIC のスコアとかそういうのの指定はないんですよ。ただ聞かれたことに対して自分が分からなかったらそれってどういう意味ですかって聞けるとか、日本人聞きづらいじゃないですか、うんうん、確かにね。そういうことがちゃんとできる人みたいなところは多分見てると思います、うんうんうん、ああ、なるほど。どんなこと聞かれるんですか？書類を確認してこういう経歴だったんですね、はいはいはいみたいな感じでなって、うんうん、あ、じゃあここから英語できますって言われて、はい、長所と短所大体聞かれるんですよ準備ゼロで言ったので、短所は気が短いって言った気がするんですよはい、はい、長所は看護師ってすごい世界狭くて、はい、看護師の友達絶対看護師みたいな、はいはいはい、私はそうじゃなくて人脈広いですみたいな感じで多分言いたかったんですけど、私はセブンイレブンで働いてる友達がいますとかそんなこと言ったんですよ。看護師の友達だけじゃないですよってことを言いたかったんですけど、はいはい、よく分かったなと思って。どうすんのそれちなみに面接官どういう反応したか覚えてます？もう全然覚えてない。でも話はなんか結構弾んだ気がするんですよあ、そうなんだ。あと聞かれたのは助産師として一番嬉しい瞬間をみたいな、うん、なんて答えたんですか？準備ゼロで言ったので、うんうんうん、ありきたりな、うん、薄っぺらい答え言ったと思うんですよ、はいはい、お母さんと赤ちゃんが元気で退院していくこととか今自分で
ちょっと恥ずかしいですもん薄っぺらと思ってでもありきたりなことをとりあえず言うのも逃げる手口ですからね。なるほどね。何も言わないよりはいいですよ、ま、確かにそうですね。ちなみにクライテリアって助産師さんで言うと、うん、どういうクライテリアがあるんですか。私が入った時は臨床経験2年と業務が遂行できる日常英会話ができる、そんだけ。あとはスキルチェックシートみたいなのがあって、助産師としてどんなスキルがあるかみたいな、で最後にやったのはいつかみたいな、はいはい、でも日本の助産師って結構先生主導だから、うん、スキルチェックシートでチェックできない部分結構いっぱいありましたね、うん、あ、そうなんですね、まあ、でも向こう行って学べるからそれはそれでいいんですけど、うんうん、なるほど。じゃあスキルチェックシートみたいなのと履歴書、そうですね、英語で履歴書の英語と、はい、あと職務経歴書みたいなの出しました。どうして、あ、でもなんか推薦状が必要って聞きました。あ、そうなんだ。でもなんか私推薦状出してなくて、推薦状って日本ってあんまり身近じゃないですよね。確かにね、なんか就職するときに出さないじゃないですか。海外結構普通に出す。ありますよね、海外の大学院とかで推薦状2枚とか、そうそう、リコメンデーションレターみたいな、うん、あるあるある。しかもちゃんとチェックするんですよ海外。でも私システム知らなかったから、だって英語で履歴書書くのも初めてだし、はい、ネット見ながらこうやって書いて夜勤中にはい、はい、意味が分かってなかったから、うん、先輩と同期の連絡先2人書いた。それ受かりました。大丈夫ですか。分かったんですよえ、ちなみにあれやこれやと言って応募に受かったわけじゃないですか、はい、1回目でもう受かっちゃったわけですよね。受かっちゃったんですよ。受かった時どうでした。嬉しかったですか。びっくりした面接終わった後落ちたと思いました。結果っていつですかって言ったら水曜日かなって言われて、うんうん、確か月曜日に受けたんですよ。今週の水曜日なんか来週の水曜日か聞くの忘れて、うん、その週の水曜日は連絡がなかったんですよ、うんうん、だからあ、もしかしてダメだったかな、まあいっかみたいなあ、それはそれでみたいな。すげえ。とりあえずバイトもしてるし生活費は稼げてるし住む家もとりあえず今あるしみたいな、うんうん、その次の週の水曜日の夕方ぐらいに来て、でも私その時英語喋ってなかったから英語を読み取る能力とかも結構弱かったんですよ、はい、日本だったら合格ですとか採用ですみたいな感じじゃないですか、うんうんうん、だけど人材プールに登録しますみたいなこと英語書いてあったんですけど、うんはいはいはい、どういう意味それってみたいなはいはい、はい、でもこれこれこういう書類を送ってくださいってあったので、うん、これ多分受かったんだなと思った。なるほどね。こんな人に国境なき医師団おすすめですよみたいなのってあります。心身ともに健康の人大事です。これはあ、そこなんだ。基本ちょっと下痢したぐらいでガタガタ言うなみたいなやばいやばい。日本にいる時だって普通にちょっと調子悪くなったら、うん、お腹緩いんだよねとかあるじゃないですか、うん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 、でも南スーダンとかでお腹緩くなったらコレラかもしれない。いやいやいや、え、それは日本人の海外の人でも、うん、みんな、特に男、男なんだ。男の人ってやっぱ超弱いですよね。え、そうなんですね。結構男性の場合で国境なき医師団に入る場合は看護師もある。いや、まあ、ロジスティシャンもあるし、あ、そうかそうか、人事の人とかもいるし、うん、あとプロジェクトコーディネーターとかもいます、うん、あ、そうなんですね、うん、でも、はい、MSF ってメニーシングルフィメールって言われてて独身の女めちゃめちゃ多いんですよ、はい、メニーシングルそう、めちゃめちゃ多いですよえ、MSF ですね。そう、そうなんですよ。もうね、これ発見した人すごいな。国境なき医師団は確かに MSF って呼ばれてましたよね。でもメニーシングルフィメールも MSF だから、はい、私ね、それなんかの記事に書いたらファクトチェックでダメって言われたんですよ。毎日 YouTube だからありがとうございます。まあ、ちょっとここでは国境なき医師団どんな団体なのかっていうよりはどちらかというとね、小島さんがどういうふうに捉えていて、そこに対してどういうふうに仕事がアサインされるかとか、応募するまでどうだったかみたいなところはお聞きしたんですけど、次回の動画では国境なき医師団で何をしてるのか、まあ、本題ですね、そこのお話をお伺いしようかなって思ってます。はい、はい、この動画が面白いなと思ったらぜひグッドボタンとチャンネル登録をよろしくお願いします。はい、じゃあ本日はありがとうございました。ありがとうございました。